はい、終わった。いや、ほんとよ。左のエース、右のエースがおったしね。よし、じゃあまずちょっとキャラバンボックスから引きましょうかね。すごかったよな、ブランコのウッツ。でも俺ブランコっていうよりも俺はもうティーウッズとやっぱあのアレックスの方やね。俺はブランコっていうよりも来い、来たー、イエーイ。もう一枚出そう、出そう、出そう。何や出そうって。まあ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 、ええでしょ。そう、西武の増田さんストレート動くね。じゃあ 30% いきます。足して 60% 足して 60% 半分超えとる確率的には。はい、出ません。あー、まあでも自チーム選んかったら OK。 ちょっとここで一回 A ランクかまそう。え、どっからこれ、どっからの S なんこれ。ゴールドかマジか。あ、ちょっと鍵屋さん、俺ちょっと、使いたいな、これ。はい、じゃあ、ドリームキャラバン、報酬。ギータ来て。うわ、さっきのゴールドギータやったらマジで神やったな。ギータ引いたら神よ。この前の契約書も梅野さんじゃなかった俺。あの動画にしたやつ。よう出るな。そうよね、俺も知ってた。この前引いたもん、動画で。うわ、これスプリットやったら強かったな。ちょっと待って、育成終わらせれんかな。どっちかだけでもいいけん。無理か、ちょっと今日使えんわ。まあでも丸さんの使ってみたなんかもうこれと一緒やけんな、ほぼもうこれと変わらん。もう丸さんはもう一緒一緒、もうこれと一緒。もう多分新丸さん使ってみたとか3700の丸さん使ってみたみたいな多分動画多分上がるやろうけど、もう一緒よこれと。正直言うけど多分同じ。まああのセンターの守備の範囲が違うだけ。そうね、これ俺ね、本当はよ、本当はよ、俺継承したくないんよね、正直な話。マジでしたくない。だってこっちの方がかっこいいじゃん、セレクションのこっちの方が。だってこれ巨人の方に変えたらこのセレクション使えなくなるやろ。まあでもグラッシュはしようかなと思っとる。いや、まあそれ当然なんやけど、称号できるし。秋山さんらしい。ノーアウト一塁。
いやそうよね、迷っとった今の。ナイス戦。いや全部ライトライナーやな。もうギータきついかな。3400。捉えとるけど飛んでいかんけんな。やっぱこの大野さん特殊能力めっちゃ強い。さあこれからホークスが守備につきます。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。てか今の先発陣、今の俺のリアタイのオーダーの先発陣にさ、日ハム3人入っとるってやばいよな。もう日ハム純正がいかに強いかわかるよね。あと普通に多分ワサさんおったら普通にオーダー入るっちゃうね、リアタイの。そうね、ファーストライナーよりはマシ。確かにファーストライナーよりはマシ。てかライトバレンティンで使おうかな俺、この大谷くんがピッチャーの時に。一番でもバレンティンになるっちゃんな。そしたらまあ俺の山田さんはあのプルヒッターがね、あのあるけんね、ちょっとみんなの山田さんとはちょっと違うかもな、打球の飛び方が。
ブルヒッターあるないはやっぱでかいな。振り遅れた。ギャオス。やっぱ超えんか、さすがに超えんか、バースでも。中地でも多分来ると思うけどね。